はい、どうも、サーラクです。前回の部分では、前回の動画では、このランタンの上の部分、ジェネレーターの部分を分解してみたんだけど、今回は、ここ。このポンプの部分をちょっとバラしてみようかと思います。まあ、両方同じかもしれないけどね。はい、まあ、とりあえずここをやってみようと思います。それでは、行ってみましょう。さあ、じゃあ今から最後に入っていくんだけど、コールマン純正でもね、回す道具、外すための道具はあるみたいなんだけど、今回はこのナメンドってやつを使ってみようと思います。なんかね、新旧、US カナダ、チェックバルブ、両対応、なんかどれでも使える、コールマンのそういうランタンなら、どれでも使えるってことかな。なんかそんな感じのようでございます。そういう商品のようでございます。じゃあ中開けてみると、はい、こんな感じで、まあ、新旧だったり、US なりカナダだったり、それぞれによってこのロッドを使い分けるみたいね。まあ、そのチェックバルブにねじ込むためのロッドと、ロッド2本と、実際に回すためのこの棒、真ん中の棒かなが、まあ、あえて言うならドライバーかなが入ってるだけのようでございます。じゃあ、とりあえずこれを使って、やっていきましょう。はい、それでは実際に作業に入りましょう。やっと、ひねって。あとは抜くだけかな。はい、こんな感じで、ポンプが抜けました。これも必要ならね、ポンプカップ変えた方がいいだろうね。はい、そしてこれをまず抜くんだね。あ、抜けた。はい、簡単に抜けました。さあ、見えるかな？この中に見えるのがチェックバルブだね。これを外します。このロッドに合うのが同じサイズなのがこっちの細い方かな？さあ、お分かりでありましょうか。2本。違う太さがあるね。で、これと同じなのは、この細い方かな。だろうね。試しにちょっと差し込んでみよっか。あ、ねじ込める。そうだね。やっぱり細い方だね。よし、じゃあ外し、あ、差したままでもいいのかな。いいや。とりあえず、このじゃあ太いやつを、中に入れーの。ほんで、溝にあったかな。じゃあ、あとは。どうしよう、外した方がやりやすいかな、超ラット。まあ、超ラットちょっと外しました。まあ、んで、まあ、これをねじ込みーの。はい、こんな感じで、ねじ込んで大丈夫かな。じゃあ、あとは、よっと。しっかり抜けないように止めて、じゃあちょっと回してみましょう。これ回すときはね、まあ、コールマン純正、もう使わないかな。まあ、とりあえずこのスーパーレンチでも、ゆるゆるです。なので、普通に市販のこういうモンキーレンチとかね、を使うのがいいんじゃないかな。はい、じゃあとりあえず、緩めてみましょう。だいぶ硬いらしいけど、どうだろうね。お、緩んだ。とりあえず、そこまでは硬くなかったかな。とりあえず緩んで、はい、こんな感じで、あ、しっかり溝にはまってるね。こんな感じで、安全にチェックバルブを外すことができました。そんな感じでございます。で、ここからどう外すかっていうと、ちょっとやりに、超ナットを外して、こっちを握った方がいいかな。こっちを回してやると、スポット抜いてやると、
はい、こんな感じで簡単に撮ることができたかな。はい、実際アップにするとこんな感じのチェックバルブが入っているようでございます。はい、こんな感じで、ね、ここにボールとりあえずまあバルブの逆流防止面みたいな感じでボールがあるかな、金属のね。はい、こんな感じでございます。もしこれが燃料漏れが起こしてたりなんかして壊れてたらこれを変えることになるかな。はい、じゃああとは組み戻していく。よっしゃ、じゃあね、組み戻していきましょう。あとはここが、ぴったり合うようにね、わかるかな、ぴったり合うようにして、こっちの超ナットを締めの、はい、これでしっかりロックできたかな。もうガタもないしね、 OK だね。じゃあ戻していきましょう。はい、入ったかな。したら、しっかりグッと締めて、はい、こんな感じで締めて OK かな。はい、抜きのまたこれを戻してね。よし、こんな感じかな。じゃあ、ポンプも戻していきます。じゃあちょっと、はい、まあこんで戻ったけど、ちょっと加圧してみよっか。大丈夫かな、音的には大丈夫だね。漏れてるような音はしないね。大丈夫だね。ちょっとバルブ開けてみようか。シュート音聞こえるかな。ちょっとやってみます。わかるかな、普通に大丈夫そうな感じだね。漏れてはいなさそうでございます。大丈夫だね。大丈夫だね。OK だね。なかなかいいもののようでございます。さて、じゃあね、ちょっと念のためっていうかね、この日本で普通に流通してる方も外してみようと思います。ひょっとしたら、こっちと違うかもね。まあ、とりあえずやってみましょう。見た感じこの辺は同じみたいね。じゃあロッドを外しの、これもどうかな、こっちかな、さっきのと同じだね。とりあえず入れてってみましょう。あ、同じだね。286A と名前何だったっけ。とりあえずこっちの、デュアルフューエルランタンとチェックバルブは同じようでございます。
はい、はまりました。じゃあ中に入れて、はい、これでロックして、マイナスがボコの部分がとつ、まあ、デコボコが噛み合って、こんな感じでロックして、じゃああとは回してみましょう。はい、回りました。あとは外すだけでございます。あ、まあここから外さないけど同じみたいね、やっぱりね。こんな感じでうまくはまっております。以上かな、大丈夫かな。じゃあ戻しの、まあ特に戻すだけだけどね、まあとりあえず映しておきましょうか。ぎゅっとこんな感じで、締めて緩まないようにして、はい、こんな感じで、まあどうでもいいけど、こんな感じだね。うまく映る影になって、まあわかんないかな。まあとりあえずこんな感じで、普通にはめることができましたよと。じゃああとは普通にポンプカップとかを戻していきます。あっと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 、そう、これつけないとね。はい、これで大丈夫かな。あとはスーパーレンジでロックをカチンとして、はい、大丈夫。これも一応やってみようか。燃料の蓋を閉めて、まあ、バルブは閉め切って、じゃあちょっとやってみると、こんなもんで大丈夫かな。とりあえず漏れてる音はしないのと、普通に開けると普通の音がするね。漏れてる音はしてないね。大丈夫かな。加圧はされてるかっていうと、まあさっきシュッと音鳴ったけどね、されてるみたいだね。 OK だね。はい、まあこんなところで大丈夫かな。はい、コールマンのランタンの、チェックバルブ、とりあえず分解してみました。いかがでしたでしょうか。なかなかいいものだね、このナメンド、使えると思います。あとは特に言うことはないかな。まあこうやって、整備しながら使っていくのも、こうやって掃除してしたりするのも、こういうキャンプ道具の楽しみの一つなんじゃないでしょうか。そんな気がいたします。あとは特に喋ることはないかな。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。